2019年明けましておめでとうございますということで、順次です。では今回ですね、新年一発目のアイワナ実況はこちら、 I wanna eat the new year、 この作品をバシッとプレイしていきたいと思います。でこちらの作品なんですが、私初見ではなくてですね、りょうたさんが2018年のそうですね、新年1月にプレイをされていたので、まあ、それをね、拝見しておりましたので初見ではないんですけども、1年経ってますから、そうね、もう覚えてないということでやっていきましょう。コンテニュー、あ、なるほどね、多分一番右がインポッシブルだったような気が、危ねする、あ、そうね、よし、ではやっていきましょうかね。ガシガシ、あ、嘘ちょっと待ってね、それはね、さすがに新年だからってベリーハードは選ばないぜ。ミディアムでいきます、ゴー。おお、キットくんち、うん、おお、あ、ちゃんとこれ当たり判定あるんだね。で右に行くといろいろね、こう正月の、あ、あ、落ちてきた、あ、リボンついてますね、キットってかわいいね。よし、で右に行くと、いろいろとね、正月のそうね、遊びを、うわ、門松さん、この当たり判定があるのとないのがわからないっていうのがまた面白いじゃないの。でこれ多分針の代わりみたいなもんなのかな。おー、みんなお正月気分満喫してますな。え、あ、なんかでかくなってた気がする。皆さんは新年、どう過ごされているんでしょうか。まあ、大体はね、こう家でまったりとテレビを見たりとか、うん、そうやってこうのんびりするのが私はね、なんか正月のこう過ごし方じゃないかななんて、あれ、当たり判定もある思いますね。もちろんね、正月からこうアクティブに動かれるって方もいらっしゃるとは思うんですが、まあね、のんびり過ごすのが私なりの正月っていう感じ。お、猫ちゃん拾って、あキッド君も一緒に拾ってほしいみたいなね。おー、たこ揚げね、あれ、あ、こっちか。で、こ当たるよね多分。あ、そうだよね、まあ、あとは初詣ですかね。初詣に行って神社でおみくじを引いて、おお、羽根つきしてるね。で今年1年の、あぶね、運気をまあ感じると、うん、知るみたいなね、うん、それがやっぱりこう恒例というか、そんな流れですね、新年の過ごし方っていうのは。さてと、おお、西部近くてやりやすいね。お手玉たんか、これ結構難しいか、上がったらいくか、よし、いける。おお、まあデリフル、くそ、当たり判定あるんかい。これすべてナス太郎さんの手書きなんでしょうかね。すべてこれオリジナルですよね。いや、すごなんで、ね、年賀状今のなんでポストから、あ、違うな、なんかラブレターみたいになってるぞ。ちょっとどういうこと、まあ、新年からいいじゃないですか。いきますよ、上がったタイミングでいく、よし。んでここちょっと狭いから注意が必要だけど、意外と覚えてないものですね。さてと、集中、ここ、よし、いった、セーブちょうだい、オッケー。おお、駒回し、いいね、もう正月だね、正月たくさん皆さんも満喫して、おお、こう正月らしい遊びっていうのはもう小学校ぐらいからもやってないですね。うん、遊んでないですね、なかなか。こうたこ揚げとかね、そういうの、おお、屋根登ってく、うん、してません。おお、セーブある、優しい、してませんからね。まあいいじゃないですか、まあのんびりとゆっくりと行きましょう。まあお正月からね、焦る必要はない。さてと、うわ、ここに来て羽根つきが脅威とかす、大丈夫か、あぶね、なんちゅうす、どんな家よ、本当に恐ろしいな。まあどちらかというとね、屋根登ってる方がいけないんでしょうけども、よいしょ、ここ難しいな、どうしようかな、こいつをガッと、よしよし、こういうことですね。そこセーブかな、リンゴとかじゃない、あ、よかった、セーブちゃんありがとう。うわ、タコが、タチクス、リンゴが雲に隠れてる、これは一体どういう意味があるんでしょうか。あっぶね、びっくりした、結構脆いね、屋根ちゃん、これ倒せる、かわいいねこのキッドくん。いや本当にこれ全部手書きなんでしょうかね。お、これなんか罠ありそう、大丈夫、その最後これ大丈夫ですよね。よいしょ、意外と覚えてないもんですね、さすが1年経つと。
時間の流れを感じるぜ。まあとは言いましてもここはなんとなくね罠予想できたけど、よ大ジャンプ、オッケー。さてと、急抜焦点準備中。これダメだよね、当たっちゃね。ここに、おほとんど全部の罠にかかってるような気がする。恐ろしい、恐ろしいぜ1年というのは。さて、お寒中水泳、1往復できたら商品券いきましょうか。確かに水中ステージもあった、これいけるよね、よしよし、あったんですよね。あ、びっくりした、ゴミを捨てるなこれさてさて、寒いぞこれは。大丈夫かいキットくん、行きましょう。こっちはいけないよね、よしよしよし。さて結構ねトラップ多かった気がする。どっちから行くんだっけこれ。うわ、下はいけないよね、あれイカさんがいるから。よしよし、さてセーブ欲しい。うわわわ、ものすごい数の魚ちゃんじゃないの。まずはセーブが欲しい。恐ろしいね、当たったら即死という。危ね、よしセーブきた。さて体なまってんじゃないの。まあね、新年一発目のアイワナ実況ですからね。とは言いましても今年もねキット君と共に、まあ、いろんな冒険を共にしていきますので、セーブセーブ、ゴミを捨てるな。まあそうね、今のところゴミはないけども、まあ、こんだけねお魚さんが、うちょっと待って、これは待って待って待ってね、これはちょっと間に合わない。まあ、魚がね住んでおりますからゴミは捨てちゃダメだぞと。さてここなんだけど、結構ね亮太さんも苦戦されていた記憶がある。なので結構難しいと思う。やばい、これ時間差でくんだ。あ、しまった、時間差か。それだとしたらばしたらばしたらば、よしよし、いいチャンス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 ってよくわかんないけど、待って待ってね、待って待ってね、セーブちょうだい。よし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 、このイカさんは、お起きて、あ、どいてくれた。優しい。それにしてもとんでもなくでかいあのイカさんでしたね。んでこれ上に行くとどっかフラグが立ってるというか、あれ、そうでもないっけ、戻るんだったと思うんだよねこれ。あれ、いけないじゃないの。どうすんだ。あ、いけるか、よし。んで確か戻っていけば、あ、ちょさっきのイカが焼きイカにされてますね。結構ねジャンプがここのさセーブ打たない方がいいよね。多分イカがフラグになってると思うんで、これはこのまま、ちょっと待ってね、よっ、あっぶね、あ、商品券、あ、ま、うわーさ、あたり判定はあるのね。ゴミを捨てるな。あ、これ上なんかある、あ、ないか、ちょっと気になったんで。さあ行くよ、大ジャンプで先一丁当たるから、商品券これセーブしても大丈夫だよね。これはアイテムだと思うから、これは大丈夫だと思うんだよね。さて、おお開いてるね。では また折ってくるんかい何度も折ってくるね。おお、お正月、あ、おなんかリンゴ、リンゴ、同じ鏡餅の中一つだけリンゴが乗っている、怪しい。そして飛ぶわけね。なるほど、よし、これ、うわ、結構危ね、来れた一発。あ、待って、当たる、あ、当たるか、よしよし、ちょっとね気になりました。おー、びっくりした、あっぶねえな、もうどうなってんのそれ。これ打てたりはしない、ちょっとねこういうところが気になってしまうというね。でセーブして上、おお、書き初め、これ当たり判定はあるね。書き初めをしたのって小学生の時が本当に最後だったんじゃないかなと。もちょっと待って、豊かな心が折ってくるって幸先ちょっと不穏じゃないの。本当に小学生が最後だったかなと思いますね。まあもちろんね、あの正月で見たりはしますけども、まあ、見る側にはね、いるというか、まあ、見はしますけども、書くのは本当にもう結構前の昔の話になりますね。それにしても漆黒の翼って大丈夫、うわびっくりした、ちょっとくそ、当たってしまったぜ。どんな気持ちで書いたのこの漆黒の翼って、そう思っちゃうよね。おお、危ない。そして、うお、珍しく難しい配置が出てきたね。よっ、扶養家族はい、わかりました。福袋ゾーンね。あ、ここはなんか記憶あるな。でも、あ、ちょっと待って、あ、漆黒の翼来たか。
恐ろしい新年だね。福袋か、福袋も買うことないですね。なんかあまりこう、まあ確かにね、値段よりはあの安く買えるんでしょうけど、やっぱり少しね、こうお得感はなくても自分のその欲しいものをこう買うっていうようなね、気持ちでいるんで、なかなか福袋、あお何度当たる、買うことはもう最近ないですね。でも福袋ね、買ってみるのも面白いかもしれませんね。服とかね、まあ、電化製品とか、まあ、一体何が入ってるんだろうみたいな、ちょっとおみくじ感覚みたいになっちゃうかもしれないけど、面白いかも。ほっ、よし、でっかい福袋ね、漆黒、もう羽落としてきて、とんでもないね、とんでもない正月だと、倒せないね。お、あ、ボス、これ記憶にありますね。亮太さんが戦ってた。おっと、一富士二鷹三なすびってことですね。初夢、これを緑が、まあ、緑がでも何でもいいんだけども、してる時はね、まだ新年というか、まあ、2018年に録画してるんですけども、収録してるんですが、新年の夢、初夢は一体何を見たのか、ちょっとね、私は楽しみというか、何を言ってるか分かんなくなってきたけども、どんな夢を見るのかなと今からちょっとドキドキしておりますが、さて、お、一発でいけるか、これそんなに難しい弾幕ではないですね。ナスを当てて上にこう上がらせた弾でダメージを与えていくと、できれば一発で倒したいね。おお、倒した、ファンファーレ、いいね、幸先いいね。おお、クリアしたぜ。あれ、これ、あ、待った、商品券渡して、でおせちをもらうと。 Thank you for playing、 クリアしました、楽しかったぜ。はい、ではこれにてアイワナイートザニューイヤー、新年一発目のアイワナ実況作品、完全クリアとさせていただきたいと思います。まあ、あのね、ボスも一発で倒せたりとか、幸先のいい2019年のスタートを感じておりますけども、はい、また今年もね、キッド君と共に、さまざまなその困難とかね、または感動を共有しながら、冒険を進めていきたいと、思っておりますので、今年1年、皆さん、よろしくお願いいたします。ということで、これにて終了とさせていただきたいと思います。ではまた次回作品のアイワナでお会いしましょう。順次でした。では新年一発目の、ではまたねー。